何もう。お疲れ様です。なんすかお疲れ様です。お疲れ様です。何のあれですか。何かです。挙動不審。怖いですよ、そら。まあ、はい、遠いところをわざわざ。いいえ、言うほどあれですけど。お疲れ様です。どうされました。まあ、まずは一旦おかけになってこっちください。はい、荷物は置いといたらいい。あ、どちらでも大丈夫です。どちらでも大丈夫。ちょっと待って、何はい、はい、今日はですね、はい、私の持ち込み企画ということで、ほう、カメラを回させていただきました。なるほど。はい。もうすぐ何の日でしょう。もうすぐ何の日。クリスマス。ピンポーン。ピンポン、はい、はい、はい。メリークリスマスですね。メリークリスマスですね。はい。ということで、はい、まあクリスマスが来たということは、2020年も終わりますね。間もなく終わりということで。今年も1年ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まあ、ただ今年、はい、まあ、いろいろなと言いますか、はい、コロナの関係で、はい、本当やりたいこともいっぱいあったはずですが、はいはい、いろいろと2人で計画もしてきたわけですが、はい、まあ、できないことも多くなり、そうですね、はい、はい、まあ、ただ今年、はい、初めて夏に T シャツ販売を行ったり、はいはいはい、そうですね、はい、いろんなことやってきましたね。ニューエラ販売をしたり、ありましたね、はい、高尾山にも登ったり、はい、いろいろなことをしてきたわけですが、はい、まあ、ただいろいろとできなかったことがあった中で、はい、総一さんを緊張されてます、はい、すごい緊張して、初めてだから。いや、でもめっちゃ硬いなと思って。怖い、はい、はい、ということで、はい、今日は、はい、総一さんを癒したい企画、パチパチなるほど、はいはい、今年1年の総一さんの疲れを癒したいと、はい、いうことで、はい、ちょこちょこと用意をしました。そんなにいっぱいは何も用意してません。怖いねんけど、はい、怖いんですけど、ちょっとお待ちくださいね、はい、ちょっとお待ちください。何々。じゃあまずはですね、はい、いつも編集でお疲れだと思いますので、はい、こちらで目をお休めください。蒸気でほったいます。はあ、休めていただきつつ、はい、ちょっとその他準備物がありますので、はあ、もう少々お待ちください。なるほど、じゃあつけ取ったらいいですか。はいはい、はい、くつろいでてください。くつろいでて、怖いなあ、もう。どっか行ったな。ほったいマスクしといてっていうので、こう目をね、こう疲れを取ってみたいな話今ちょろっとしてましたけど、シンプルに目隠しをしたいだけなのか、これは。癒し企画って何？怖いな。いや、ほんまに怖いな。うん、あ、これほんまに寝てますわ、やばい。あ、鍵だ。温まってますか？今、ほんまに寝そうやと思ってめっちゃでかいあくびしてたんですよ。めっちゃ怖いっていう気持ちはあんねんけど、うん、ホットアイマスクのおかげでめっちゃリラックスしてる。じゃあまずは、はい、どうぞアイマスク取っていただいて。取るんすか。どんなバカの目隠しやないか。あ、そんなガシャガシャしちゃダメ。そんなガシャガシャしたらダメ、はい、そのまま開けてください。開けてください。おー、ケーキ。ソイさん
の大好きな甘いものです。いちごショートめっちゃ好きっす。ありがとうございます。可愛いですよね。めちゃめちゃ可愛いじゃないですかこれ。パリ屋さんのケーキになります。誰屋さん召し上がってください。召し上がってください。食べていいですか。はい、いただきます。食べながら今年の振り返りでもしていきましょうか。ああ、なるほど。はい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 。とは言っても毎週ミーティングしてるんで。まあそうっすね。結構振り返ってはいますが。あ、確かに確かに。どこや切れ目。切れ目どこや。ちなみに先ほど、フォークがないことに気づきまして。スプーンだね。あのファミマでプリンを買ってスプーンを持ってきました。なるほど。いや全然食べれると思います。味は保証します。いただきます。味は保証。はい、計画してたのにできなかったですね。今年はそうですね、まあ半分も多分やりたかったことできてないんじゃないかなって、まあいつもその毎年年明けか1月に、まあ今年1年の目標とかこういうことやりたいとかってこういろいろ目標とか立てるじゃないですか、はい、まあまあできなかったことが多いなっていうところですけど、まあまあその中でもなんていうんですか、発見であったりとか、っていうのはいろいろありましたよね。できないから、うん、あ、これできなそうだね、じゃあ代わりにこれにしようかって言ったことすらできないっていう状況も続きはしました。そうですね。何もうまくいかなかったっすね、今年の夏前か。ねえ、まあ誰も予期してなかったことなので、うん、仕方がないことかなと。じゃあその中で、ね、みんな同じなんで、うん、どうにかしてなんかできることないかなっていうのは考えましたよね、うん、その中で、はい、こうファニコンも始めたじゃないですか。はいはいはい。ファンの方と直接、うんうん、こう話す場っていうのができて、はいはい、励みとかにあたりましたよね。あ、そうですね。でもまた今後、この今コロナのあれなんでちょっとできないですけど、飲み会じゃないですけど、なんかそういうのもできたらいいなとは思ってたりもします、うんうん。もう今日はのんびりのあれですか。今日のんびりです。まあね、今年はいろいろありましたね。いや、マジで白髪増えたもん。いや、結構こう、そばで見てるんで、はいはいはい、なんていうんですかね、もちろん編集だったり、動画だったり、うんうん、こう、YouTuber としての仕事、うんうん、での疲労っていうのはもちろんありますけど、はい、こう、メンタル的な部分の疲労っていうのが、うんうん、こう何かをしたいのにできないとか、うんうん、もどかしさじゃないですけど、うん、あれが結構今年は強かったですね。辛かったし。強かったっすね。あんまりずっと家にいているのが好きな人間じゃないんで、うん、まあ、そういうのが一切だから今年はできなかったんで、まあ、しんどかったっちゃしんどかったっすけど。今年の幸福点数で言ったら100点満点中何点でした？マイナス100点だね。マイナス100点。いや、まあそれは言い過ぎっすけど、まあでもどうだろうな。まあでも50はいかないですよね。まあでも50はいかないにしても、なんかまあいつもの1年とは違った送り方にはなりましたけど、まあそこでこう発見できることであったりとか、新しい取り組みであったりとか、この状況だからこそ考えれたことであったりとかっていうのはあったと思うんで、それ考えたら全然、まあ振り返って、まあ、良かったとは言えないですけど、まあまあ感じじゃないですか。ね、ケーキ食いながらほっこりしてますけど。じゃあそんな、うん、トヨさんの今年の幸福度を、はい、なんとか100点に近づけられるようなプレゼントもご用意させていただきました。ちょっとまだあんのかい。もう終わりや、もう完全に無理だわ。これでは終わらない。なに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 。ウィビッシュアメリクスマス。ごちそうさまでした。怖いねんけど、怖いんですけど。マネサンタだよ。マネサンタ。何？何もう。え、分けていいんですか。どうぞ。怖いわ。いや、喜んでくれないかもしれないな。何もう何それ。
ぱいってうんまいつも豪快にええー、箱である程度分かっちゃったよ。何何いろいろおかしいねんな。もう箱である程度種類は分かるよね。開けていいんすか。どうぞ。マジ？マジ？マジっすか？スパイディじゃないっすか？冗談はあんの。嘘！ほんまに言うてんの？ほんまに言うてんの？いや。声出すぎる、喉痛なったわ今。ちょ、お水を。ほんますか。ほんまに。ほんまに言うてる。ほんまです。もろでいいんすか。はい。もう。ほんまかいな。ご褒美です。ありがとうございます、ほんまに。長年。はい。ウームと一緒に。はい。歩いてきてくれた宗師さんに、はい、今年は、はい、プレゼントです。いや多分ね、こういう時ってカメラをちゃんと見た方がいいと思うんですけど、ちゃんとあなたが見てるからな。ちょっともうどうしようってなってもうて。かれこれ何年ですか、ウーム歴で言うともう5年とか、ネットワーク含めると、はい、長いですね、そう考えると。本当にそう考えると長いな。ありがたい。いやありがとうございます、本当に。超いいやん、超いいやん。よかったです。いやー、これはおお、ほんまに人間ってびっくりすると言葉出えへん。どうしたんすか。なんかええことあった。今いいことがありました、うん、いやめっちゃ嬉しいこと言うやん。これが今回のクリスマス企画のメインでございます。なるほど、ほんまに嬉しいわこれは。よかった。いやありがとうございます。とんでもないです。いつもお世話になってるんでね、あのマネージャー、お金持ってるんですけど、夜中でもね平気でこれどうなんですかみたいな仕事の話とかねバンバンしたりするんですけど、全然もういつも対応普通にしてくれて本当にお世話になってます。来年もまた一緒に頑張りましょう。もう本当にありがとうございます。来年2021年もっとこう飛躍できるようにね、ちょっと今年はちょっと不甲斐ないなって思ってる自分がいるので、来年はもっと頑張れるようにしていきたいなと。言葉が出てこないです。もう本当に尽きないではございますが、頑張っていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。最高やな。本当にいつもご覧いただいている皆様のおかげで、ここまで活動してこれで活動できてます。本当にいつもありがとうございます。1年やったわ。よかった。いや、ほんまに白髪増えたよ。ほんまに。これで白髪が少なくなりますように。白髪は減らん。いや言うて今年はほんまに辛かったね。ほんまに泣いた時あったもんね、今年は。今俺泣きそうやもん。どうしたらいいですか。まあじゃあそろそろ締めたらいいですか。そうですね。なるほど。今日の動画はですね、マネージャーと打ち合わせがあるので事務所に来たら、カメラを向けられ、サプライズプレゼントをされるという、クリスマスサプライズプレゼントか、されるという、ドッキリを
されました。本日歯切れ悪っ本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いいたします。また次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。